皆さんこんばんは。今日ご紹介するのはラーメン磯路さんです。有名店欅出身の店主さんが2005年にオープンしたラーメン店。広めの店内でゆったりと食事ができる、地元民に愛される落ち着いた雰囲気のお店です。味噌900円、旨味たっぷりの味噌のスープに野菜やひき肉やメンマがたくさん入った、何度も食べたくなるおすすめ看板メニューです。いただきます。国産大豆を使用した4種類の味噌に野菜を加えた味噌だれを合わせているスープは濃厚でとっても美味しい。スープのベースは豚骨、丸鶏、野菜を12時間煮込んだものに魚介だしを合わせています。自然素材の旨味を時間をかけて引き出し、喉が渇かないさっぱりとしたスープに仕上げているんだそうです。こだわりの中太縮れ麺はプリップリでスープとよく絡み、相性抜群です。スープの中にはもやし、キャベツ、人参など程よく炒められた野菜がたっぷり。私は抜いてもらいましたが、通常はキクラゲも入っています。さらにひき肉も入っていて嬉しい。メンマは細いタイプですが結構いっぱい入っています。あとたっぷりの白髪ネギが上に乗っていて大満足。このチャンネルのオープニングにも使っている欅さんのラーメンにビジュアルも近いですね。スープは脂っぽさが気にならないので本当に飲みやすいです。白ごまが浮いているのも好き。口コミでチャーシューがないのが残念というような意見がありましたが、私はチャーシューがなくても満足感がありました。ラーメンの種類は味噌、醤油、塩、辛味噌、つけ麺、そしてお得なミニチャーシュー丼セット1200円やチャーハンセット1200円などもありますよ。店内は広く、カウンター、テーブル、小上がり席もあります。家族みんなで行きやすいですね。お店の方も常連さんなどとコミュニケーションを取られていて温かい雰囲気でした。18年もお店を続けられるのは地元の人にも愛されていないと難しいことだと思います。地元民ではないですが、駅からも遠くないので、これから私も通いたいと思いました。ごちそうさまでした。地下鉄東西線、南郷18丁目駅から徒歩8分。駐車場は5台、席数は20席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは麺屋高崎さんです。2020年札幌市清田区にオープン。店主さんは石狩市の名店信玄などで修行をされた方で、オープン直後から人気店となっています。煮干し中華塩880円、すっきりした味わいの中に煮干しの旨味がぎゅーっと詰まった煮干し好きにおすすめの一杯です。いただきます。スープは豚骨、鶏ガラの動物系と15時間以上水出しをした煮干しや昆布などの魚介系を合わせて作られています。煮干し感は強いですが、後味はすっきりとしていて美味しい。これは大好きな味です。スープの表面に膜が張っていて中は熱々になっていますね。これは嬉しいポイント。塩分が強すぎないので全飲みしちゃいそうです。煮干し中華の醤油もあるので、こちらも食べてみたくなりました。麺はやや固めに茹でられた細ストレート麺、
歯切れがよく、スープともとても合っています。チャーシューは味が濃いめについていて、とろっとした脂身がすごく美味しい。具材はチャーシュー2枚、メンマ、味玉、ネギ、そしてメンマの上に白ごまが少しかけられていました。メンマが太くてコリッコリで存在感あります。味玉はとろーりしていて美味しい。高崎さんでは毎月第1、第3、第5火曜日と毎週金曜日が黒のれんの日といって、味噌ラーメンのみの提供になるそうです。店主さんが信玄出身ということで、味噌にも期待できますよね。食べてみたいです。ラーメンは煮干し中華の塩と醤油、こってり塩、味噌、辛味噌、黒麻油の6種類、それぞれ大盛りやチャーシュー増しにできます。そしてネギ飯やチャーシュー丼と丼物のメニューもありますよ。土日は11時から8時まで中休みなく通し営業をされていてありがたいです。人気店なので比較的空いていそうな時間を狙って16時ごろ伺いました。店内は明るく清潔感があり、お店の方も丁寧な接客をされていて、気持ちよく食事をすることができました。駅からは離れた場所にあるので車で来られる方が多いと思いますが、駐車場は4台のみなのでお気をつけください。ごちそうさまでした。北海道中央バス北野三条三丁目下車、徒歩2分です。駐車場は4台、席数はカウンターテーブル合わせて14席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは八の木さんです。ぜひチャンネル登録お願いします。有名店すみれで長年修行をされた店主さんがのれん分けを受けて2016年にオープン。住宅街にありながらも常ににぎわっている人気店です。味噌ラーメン900円、すみれで使用されている特製味噌と道産のブレンド味噌が合わさった濃くまろやかなスープが美味しい看板メニューです。いただきます。豚骨チンタンスープは8時間以上かけて仕込まれており、とっても濃厚ですがくどくなくて飲みやすい。これは美味しい。森住製麺の中太ちぢれ麺はスープがよく絡み、コシがあって食べ応えがありますね。すみれの味噌ラーメンよりも油が多くないので、スープがこってりしすぎず飲みやすいです。そしておろし生姜が乗っているので、スープに溶かすとさっぱりいただけちゃいます。チャーシューはルッス豚の肩ロースを使っているそうで、肉感は残しつつ柔らかくて食べやすい。具材はチャーシュー、メンマ、炒めたもやしと玉ねぎ、おろし生姜、ネギが入っています。玉ねぎは少なめですが、もやしが結構たくさん入っていてボリューミーです。もやしの炒め具合が最高すぎます。これは職人技ですね。すごい。やっぱり一番人気は味噌ラーメン。1日限定20食の中華そば醤油はあっさりな京風ラーメンなんだとか。気になりますね。周りの常連さんは塩を頼んでいる方も多かったですよ。お店は住宅街の中にありますが、時間帯によっては外に並ぶこともあるそうです。駐車場が第3駐車場まであるのにはびっくりしました。人気の証拠ですね。オープン当初から人気の衰えない八の木さん、何度も食べたくなるとっても美味しい味噌ラーメンでした。ごちそうさまでした。 JR 八寒駅から徒歩8分、地下鉄東西線宮の沢駅からも歩いて15分で着きます。
駐車場は12台、席数は16席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは麺屋雪月花さんです。麻布駅から車で5分ほどの住宅街にあるラーメン店。店主さんが有名店純連で修行された経験を持ち、その洗練された味を求めて多くのお客さんが通うお店です。味噌ラーメン980円、香ばしいガーリックチップが浮いた濃厚なスープが特徴の看板メニュー、純澄系といえばの生姜もついています。いただきます。スープはかなり濃いめな味で熱々です。味噌の濃厚さとニンニクのパンチが効いていてガツンとくる味です。雪月花さんはもともと味が濃いめなんだそうで、注文後でも味を薄めるスープをいただけます。自分好みに調整できるのは嬉しいですね。上に乗っている生姜を溶かすと少しすっきりした味わいになります。それでもニンニクの強さが勝っているかも。カイワレも食べると口の中がすっきりしますね。濃いめのスープによく合っています。麺は森住製麺のプリプリチューブと縮れ麺、スープがしっかりと絡んでとっても美味しいです。チャーシューは香ばしくてジューシー、脂身がとろっとしていて最高です。肉肉しさがあって美味しいですね。具材はチャーシュー、もやし、キャベツ、かいわれ、ネギ、ガーリックチップ、生姜。もやしがシャキシャキでうまい。キャベツは少しだけ入っていましたよ。メニューは味噌、醤油、塩、辛味噌、辛醤油。さらにつけ麺やニラ辛味噌、ニラ辛醤油もあります。醤油やニラ辛味噌も結構人気なんだそうです。お店は通し営業なので遅めのお昼ご飯でも大丈夫。小上がりの席もあるのでお子様連れでも来やすいですね。今回初訪問だったので、実は食べ終わってからスープを薄めることができることに気づきました。卓上に濃さが選べるって書いた紙があったのに、そのままの濃さだと私的にはかなり濃く感じたので少し薄める方がおすすめです。次来たら醤油を食べてみようと思います。ごちそうさまでした。地下鉄南北線麻布駅から徒歩18分、車で約5分です。駐車場は5台、席数は15席です。皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは麺屋なぎささんです。味噌ラーメンの有名店で8年間修行をされた店主さんが2017年にオープンしたお店。男女問わず全ての方に喜んでいただくことを目標にしているラーメン店です。塩ラーメン850円、麺屋なぎさでの最初の一杯は塩ラーメンをおすすめしているほど店主さんの経験や自信が詰まった一杯。ラードに覆われた熱々のスープが特徴です。いただきます。スープにはすっきりかつほのかな甘みを感じることのできるモンゴル産の塩を使用しています。豚骨の旨味と優しい塩の味が美味しい。西山製麺のプリプリの縮れ麺はやや固めな仕上がりで好きです。すり心地もいい感じ。スープからはほのかに貝類のような風味がするような繊細な味でとっても好みです。
表面のラードがキラキラ光って綺麗ですね。思ったより油っぽくないので飲みやすいですよ。チャーシューは優しめの味付けでさっぱりいただけちゃいます。カットされたものが2枚、もう1枚欲しいな。スープの中にはしっかりめに炒められたもやしと玉ねぎが入っています。あと細切りのメンマとネギがいっぱい乗ってます。どちらも食感がいいですね。さらに白ごまが振りかけられていました。店主さんがお一人で営業されているのですが、ラーメンが出てくるまでに時間はかかりませんでした。お店はテーブル席が多く、ゆっくり食事ができる感じです。複数人でも行きやすいですね。メニューは味噌、塩、醤油、辛味噌と1日20食限定の黒味噌、濃厚焦がし醤油、油そばがあります。さらに味噌、塩、醤油限定でミニそぼろ丼と味玉がついた特セットもありますよ。そうそう、店主さんが日向坂46の丹生あかりちゃんのご親戚なんだそうで、店内にはポスターなどが飾られていました。今度発売されるシングルのセンターに大抜擢されるなど人気のメンバーなんですね。親戚にアイドルがいるなんてすごい。ファンの方はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。塩ラーメン美味しかった。全飲みです。ごちそうさまでした。地下鉄東方線みその駅から徒歩8分もしくは地下鉄東西線白石駅から徒歩9分です。駐車場は8台、席数は16席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。